はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、今日のバスケの大学のテーマは、バスケのスタッツ、えー、4ファクターという話をしていきたいと思います。バスケットボールのいろいろなね、えー、数字、試合の分析についてのお話になりますが、えー、今日の動画の結論はですね、えー、基準を知ればプレーの判断はしやすい。また選手からすると、具体的な数字目標は頑張りやすいということで、このスタッツの見方、えー、これをしっかりと押さえていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。 えまずですね、この4ファクターというものなんですけれども、バスケットボールの試合を分析したときに最も重要な指標と思われる4つのことということでですね、えー、まず1つ目は本当のシュート率、い,いフィールドゴールパーセンテージ。 いいフィールドゴールパーセンテージというものですね。それから二つ目がフリースローの割合ということでフリースローレイト。三つ目がオフェンスリバウンドの割合がオフェンスリバウンドパーセンテージ。最後、ターンオーバーの割合がターンオーバーパーセンテージというこの四つですね。この四つをしっかりと抑えることでバスケットボールのその一番大事な試合の分析ができるというふうに言われています。 はい。えー、例えばですね、こちらの方、NBA の、えー、サイトから引用をしていますけれども、NBA にはアドバンストスタッツっていうものがあって、まあ、これチームごと、それから選手ごと、いろいろできるんですが、まあ、これはね、えー、今シーズンのチームごとのプレイオフの数字ということになるんですけれども、まあ、率とかね、えー、いろいろとありますが、ここのところにいいフィールドゴール、それからフリースローレート、ターンオーバーパーセンテージ、オフェンスリバウンドパーセンテージっていうふうに、ここの4ファクターっていうものがはっきりと、一つの ページにまとまってるんですね。えー、このぐらい、えー、プロの世界でも非常に重要視されているのが、この4つのファクターと。まあ、えー、スタッツっていうのは、いろいろいろい、ろこう、得点、それからリバウンド、アシスト、スティール、えー、それからファール、いろんなものが、こう、数多くあるんですが、まとめて言うと、この4つが大事と。まあ、極論この4つだけ見れば、大体わかるというのが、4ファクターということになります。 はい、で一つずつ詳しく見ていきますけれども、まあ、オフェンスっていうもののですね、数え方、これが基準になってるんですね。えー、ボールを持ってから完全に相手ボールになるまでを1回のオフェンスというふうに考えるとします。えー、例えばですね、えー、イメージしてください。あなたのチームの選手が、えー、リバウンドを取りました、ねえー。ディフェンスをしていて、ディフェンスをしていて自分たちがリバウンドを取った。マイボールになった。この瞬間から自分たちのオフェンスが始まりますよね。 で、たとえ、ボール運びで相手ディフェンスにポーンとこうボール弾かれてアウトオブバウンズになっても、まあスローインなので自分たちのボールは継続してますね。はい。それから自分たちがシュートをしました。シュートが外れてオフェンスリバウンドを取りました。そしたらまだマイボールのままですよね。こういう風にアウトオブバウンズになってもオフェンスリバウンドを取ってもですね、えー、ファールをされてフリースローを打っても、とにかくずーっと一続きで一回のオフェンスが 続いている限りは、それは回数1っていう風に数えていくんですね。はい、リバウンドを取りました。ボール運びが弾かれてスローインになりました。ね、まだマイボールのままですと。シュートをしてもオフェンスリバウンドを取ってマイボールのままです。ファールをされました。フリースローを打ちました。そのオフェンスリバウンドも取り出した。まだマイボールのままです。そして、 ターンオーバーをして相手ボールになってしまいましたとなったら、ここで初めて1回のオフェンスが終わりと。一つきのオフェンスという風に数えるというのが、まず大前提の数え方ということになります。 はい。そしてですね、オフェンスの数え方に関して、オフェンスの終わり方は、じゃあ、いつオフェンスが終わるかっていうと、基本的には2つしかありません、えー。シュートした結果、相手ボールになるか、またはシュートする前にボールを取られるか、この2つしかないんですね、オフェンスの終わり方は。えー、シュートをして入れば、ルール上、相手ボールになります。またはシュートが外れた後、リバウンドボールを相手に取られたら、これでオフェンスがおしまい。というね、シュートした結果、入っても入らなくても、相手ボールになったら、オフェンスはおしまいということになります。 それともう一つはターンオーバーで終わるということで、シュートをする前にボールを相手に渡ってしまう。えー、パスミスをした、ドリブルミスをした、キャッチミスをしたっていうライブでのターンオーバーもありますし、えー、例えばオフェンスチャージングとか、トラベリングとかね、えー、3セカンドのバイオレーションとか、そういったもので相手ボールになった。これ全部ひっくるめて、シュートをする前に相手ボールになってしまったっていうのがオフェンスの終わり方の二つ目と。要するにシュートの回数、そしてターンオーバーの回数を数えれば、オフェンスの回数は 数えられるということになります。はい。それとですね、あと2つですね、大きく影響を与える出来事が2つあるということで、1つはファールされた回数ですね。シュートを打たなくても、シュートを打たなくてもですね、ファールが回数がかさめばかさむほど、ルール上フリースローが与えられます。シュートファールはもちろんですけれども、ティームファールが5つを超えたときには、 フリースローというふうになりますよね。ということは、ファールをされることがこのオフェンスの終わりに直結するということになるので、フリースローをもらった数というのも大事な数ということになります。それから、オフェンスリバウンドを取ると、1回のオフェンスで2回、3回、4回とシュートを打つことができるということで、これも非常に大きなシュートの本数をプラスプレイとして、大事な指標となるということですよね。なので、ここの1つ目、2つ目、3つ目、4つ目をまとめて、 えー、オフェンスの終わり方に着目して4ファクターというのは、このシュートの確率と、それからフリースローのどれぐらいがもらってるかの割合、オフェンスリバウンドをどれぐらい取ったか、そしてターンオーバーをどれぐらいしてるかっていう、この4つをもとに分析をしていくというのが4ファクターというふうに言われるものになります。はい、1つずつ詳しく見ていきますが、 えーまず、e、いフィールドゴールパーセンテージということなんですけれども、エフェシエントフィールドゴールということで、2点と3点それぞれ加味してシュート率を計算し直した方法ということになります。これ引用ですね。こちらのバスケットボールディファレンスというえサイトから引用したものなんですけれども、複雑な計算はここにあります。フィールドゴールプラス 0.5×3 点シュートですね。 えー、だとか、えー、それをヒードゴールアベレージで割るということになるんですけれども、この数字は、えー、一旦置いといてですね、とにかくシュートの確率を出すということですね。2点シュートと3点シュートをそれぞれ計算し直してシュート率を計算する方法。これ非常にね、えー、数字自体は難しいんですが、ここで覚えておいてほしいのは、 シュートの確率を2点と3点を足して全部総トータルでフィールドゴールパーセンテージっていうのは出した方がいいですよというところが非常に重要な考え方になります。数字としては非常に細かな数字になるので難しいんですけれども一応ね参考文献としてこちらの方を見てみてください。はい。3ポイントシュートに対して0.5をかけてフィールドゴールを足すということになります。こういうふうにすると、まあ、3点シュートっていうのは確率が多少低くてもですね、価値が高い。2点シュートっていうのは確率が高くないと 価値が低いみたいなものを算出して本当のシュート確率を出すというのがこのフィールドゴールパーセンテージの考え方ですはい続いてフリースローレイトということでこれは計算としては簡単なんですけれども 全体のフリースローの回数をフィールドゴールで割るということですね。えー、例えば、10回オフェンスをしました。そのうち2回はフリースローをもらいました。としたら、えー、そのフリースローレートは0.2ということで、10回中2回はフリースローをもらいましたよねということです、えー。全体のオフェンスの割合の中でいか、いかにあなたのチームがフリースローをもらう回数が多いのか少ないのか、これを出すのがフリースローレートということになります。 はい。三つ目。えっ、ー、と、リバウンドのパーセンテージということですけれども、これは全体のオフェンスリバウンドがどのぐらい取れたかということで、えー、自分たちのシュートに対して何回リバウンドが取れてるかっていう話になります。えー、例えば、10回あなたのチームがシュートしたとしたら、えー、2回オフェンスリバウンドを取りました。そしたら割合は0.2ということで、10回中2回オフェンスリバウンドを取ってますよね、ということになります。 最後、タンオーバーパーセンテージということで、今度はこれはね、タンオーバーした数がどのぐらいだったかということになりますが、10回のオフェンスをして2回タンオーバーで終わったら0.2の割合ということで、全体の攻撃回数に対して自分たちのタンオーバーを割って数字を算出するということです。 はい。以上がフォーファクターですが、まあ正直ね、これを聞いてて難しいと思うんですね。えー、例えばですね、私のチームで使ってるんですけども、ハドルという、えー、アプリケーションがありまして、えー、これ有料なんですけども、非常にこれは優秀なソフトになります。えー、動画でですね、スマートフォンとかで試合の動画を撮って、えー、それをですね、ハドルに送るとですね、24時間以内にその動画にひのも付けされたですね、数字が全部こう返ってくるんですね、えー。個人の得点、リバウンド、アシスト、ファール、そういったものもも,もちろんですけれども、えー、分析をし直して、 高ファクターをすべて出してくれると。まあこれ、うちのチームのね、えー、14ゲーム全部の通算なんですけれども、E、えー、フィールドゴールパーセンテージが37.8。そしてターンオーバーの比率が18、えー。オフェンスリバウンドは40%取ってる。フリースローレートは0.2みたいなね、こういうものがすべて自動で計算されるハドルというね、えー、こういったアプリもあります。えー、これ非常に優秀なんですが、えー、まあ少しお金がかかるのとですね、あとはとはいっても、 えー、4ファクターを、えー、計算を自分でするというふうになると、かなりこれは難しいということで、えー、まあ難しいことを分かりやすく伝えるのが私の使命ということですから、今からですね、この4ファクターを踏まえて、えー、自分なりに三原がこういうふうに数えると、ある程度ゲーム分析はやりやすいですよというお話をさせていただこうかと思います。はい。まずですね、えー、スコアをこう手書きで書,き書いていくときに、すべてのシュートの本数をまず数えましょう。 ということですね。それからフリースローのセットの数を数える。これ、後ほど解説しますが、これ重要になります。それからターンオーバーの数を数えるということで、コーチなりマネージャーさんがスコアをつける数字は、シュートを打った数、入った数、それからフリースローの数とターンオーバーの数。これだけを手書きでいいので書きます。例、はい、を出した方がわかりやすいと思いますので、こういった形ですね。3ポイントシュートを30本打ったという、まず数字が出ますよね。 それから、2ポイントを40本打った。まあ、こういうのはシュートの本数をこう数えていけば出ると思うんですよ。で、フリースローの10セットっていうのはですね、本数じゃなくてセット数という言い方をしてるんですが、例えば、ファールを、シュートファールをもらいました。で、2ショットですとなったら、フリースローを2本打つんですけれども、それは1とまとまりで2本打ってるっていうことなんで、まあ、要は2点シュート1回打ってるのと一緒というふうに考えて、これは1セットのフリースローっていうふうに考えるんですね。 はい。わかりますでしょうか例えば、3ポイントシュートのファールで3ショットってなっても、2ポイントのファールで2ショットってなっても、同じ一括りにシュートが何本、はい、あの、打ってるかっていうだけなので、えー、全部セットストで数えるということになります。だから、バスケットカウントだったら、シュート、2ポイントシュート打ちました、ファールされました、カウントってなったら、シュート打った後にもう一回、 一、1> 1セットプラスということなんで、オフェンス2回分の勝ちということになるわけですね。はい。なので、えー、フリースローを打ったセット数を数えるということで、えー、まあ、これ、フリースローを今回は10セット打ったということになったとしたら、このセット数を数えていく。そして、単能場を20回したというふうに数えたとすれば、えー、30たす40たす10たす20ということで、100回、あなたのチームは100回オフェンスをしたことになりますっていうふうに、えー、算出することができると思います。 えー、そしたらですね、ここから4ファクターに基づいて、できるだけ簡単な形でいきたいと思うんですけど、わ、えー、かりやすい4ファクター。私がこんな風にゲームを見ると、えー、着眼点としていいんじゃないですかっていうやり方ですね。えー、4ファクターを見張らないようにアレンジしたやり方ということになりますが、えー、先ほど言ったのはこちらの例ですね。まず2点シュートは40本打ちました、ね。20本入りました。3点シュートは30本入りました。あ、打ちました。10本入りました。ということで、えー、そして、 フィールドゴール、ここですね。40足す30は70。20足す10は30で、これ全部でまず、パーセンテージを出すんですね。はい。で、ここまで見ていくと、えっ、ー、と、私たちのチームが A チーム、相手チームが B チームとすると、A チームは70分の30で42%でしたと。 いうことです。そして相手チームは66分の25で37%でしたということですね。えー、高校生を教えていると大体本当にこのぐらいのリアルな数字になるんですが、えー、ここが42%、こっちが37%ってことで、こちらの42%の方が、ま、上なので赤くついているということになります。で、ここ一つの目安なんですけれども、えー、私は今までずっと経験、 20年ぐらいコーチを経験してきて、一つの目安はですね、このフィールドゴールパーセンテージが40%を超えると勝つ可能性が高いということになります。えー、大学の時に卒業論文で書いたのは、私は42.5%というふうに、えー、出したんですが、えーまあ、大体高校生ぐらいのレベルだったら40%を超えると勝つ。40%以下に抑えると勝つっていうことを一つ目安に考えていますので、本当にね、このぐらいのリアルな数字というところで、えー、目標として、えー まセ40%っていうのを掲げるといいんじゃないでしょうか。まあ実際のね、えー、いいフィールドゴール出すっていうのはこれ非常に あの、大変ですし、あとはね、えー、お金がかかるので、この0.5とか、あと、えっ、ー、と、一説のところ0.44の方がいいっていうふうに言われることもあるんですけど、この難しい計算をちょっとね、するっていうのはなかなか難しいので、えー、私の場合は全部ひっくるめて、えー、40%を超えるかどうかっていうところ、または42.5、大学以上だったら42.5ですかね、えー、この辺のところにする方がわかりやすいし、選手もね、えー、5本に2本は絶対入れようぜと。 5本に2本は絶対入れて40%以上は絶対入れようぜっていう風な方が、えー、合言葉としても分かりやすいのかなということで、42、40%を超えるということを一つ目標にしています。はい。それからフリースローの数ですね。これは、えっ、ー、と、20本、2ショット10回打った、10セット打ったということで、20分の16です。えー、相手チームが14本なので7セットでしたということになって、これは10セットの方に赤丸、えー、がついていますということですね。 はい。まあ、こんな形ですね。で、ターンオーバーに関しては A チームの方は20回で、えー、攻撃回数が全体が100ですから、100分の20で20%と、ね。えー、5回やったら1回はターンオーバーしてるということで、えこれは非常に多いというふうに思います。えー、逆にこちらのチームはですね、えこのフィールドゴールの50、えー、66本と、 7セットとターンオーバー12足すと85なので、85回中12回ターンオーバーなので、14%ということで、B チームの方がミスは少なかったというようなね、こんな算出になるかと思います。はい。で、最終的にですね、ボールの所有率、このオフェンスリバウンドレートの、まあ、簡易版なんですけど、攻撃回数は A チームが100回でした、B チームが85回でした。となった時に、両方足すとですね、185回の攻撃があった。 っていうことになりますよね。わかりますかねえー、全体で2つのチーム合わせて185回ありましたと。で、その中で A チームは185回の中で100回攻めました。B チームは185回の中で85回攻めました。というふうになると、ボールの所有率としては A チームが54%。B チームが46%というふうに変わってくるということですね。 で、ええー、まあそういったことでですね、このボールの所有率っていうのを出すと、だいたいオフェンスリバウンドをどちらの方が占有、えー、したかっていうのが、まあ分かりやすいんじゃないかなということで、私はね、こういった出し方で、まあだいたいここがボールは取れたなと。うん。 また、ターンオーバーが、まあ、多かったけれども、リバウンドでカバーしたんだな、というふうに私は、ここで判断するということをお勧めしています。はい。まあ、こんな感じで,ですね、最後まとめになりますけれども、まあ、見原の経験則でいくとですね、だいたいフィールドゴルパーセンテージは全てで40%というのは勝つラインかな、というふうに思います。うん。 また、フリースローパーセンテージはですね、これ10セット欲しいということで、大体このぐらいですね。まあ10回ぐらいフリースローをもらってですね、10セットぐらいフリースローラインに立つと、まあ勝ちパターンかなというふうに思っています。それからターンオーバーのパーセンテージはですね、ちょっとえまあ低くというか、理想的に見積もって、これは、 12%っていうふうに設定しています。まあ、8回オフェンスして1回のミスは仕方がないかなというところで、えー、先ほどの例でいくとですね、このぐらいの感じですね。えー、この B チームの方のぐらいの感じでいくと、まあまあいいかなと。 この20%ってのはちょっと多すぎということになるので、大体私は12%ぐらいに抑えたいなというふうに考えています。それから防衛の所有率は60%が理想ということで、先ほどの例で言うと54と46。まあ、私のね、えー、今までの数字だと55を超えるとかなりリバウンドを取ってる試合というふうに思っていますので、まあ、ここは理想的なものを考えて、まあ60、60%占有したら、あこれは楽勝というふうに思っています。 まあ、フィールドオールパーセンテージは40%。それからフリースローは10セット。 えー、ターンオーバーは12%以下にして、えー、ボール所有率は60%というふうに、私は、えー、自分のチームで高校生だったらこのぐらいというふうに、えー、示していますが、まあ大事なのは、あなたのチームなりに4ファクターを作ることじゃないかなというふうに思っています。まあ私のね、やり方を一つの参考にしつつ、えー、それから、バスケットボールのね、4ファクターということで、Google で検索するとですね、いろんなブログが出てきます。えー、もちろん日本語のものもたくさんありますので、えー、そういったものをまず読んでいただいて、えー、記事を読み、情報収集をした上でですね、えー、ぜひあなた自身の の4ファクター、そして、えー、大事なことはですね、えー、自分自身でちあの数字を設定する、そしてそれを選手が分かりやすく理解しているってことですね、えー、この辺のところを理解した上でぜひこういった数字の分析してみてはいかがでしょうかというお話ですはい、ということで、えー、ありがとうございました、えー、こちらのチャンネルバスケの大学は毎週金曜日、えー、夜6時に動画をアップしております、ぜひ次の放送でもお会いしましょう、チャンネル登録よろしくお願いします、えー、それからですね、もう一つのサブチャンネルの方でバスケの大学ラジオ局というのがありまして、えー、こちらの方は え、毎日毎朝10分ぐらいの放送をしております。よかったらそちらもチェックしてみてください。え、最後にですね、下の説明欄からメルマガの登録お待ちしております。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で特典の動画もプレゼントしてますので、もしよかったらメルマガの登録よろしくお願いいたします。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。